内には原子爆弾に反対する声も多数あった。最初に進言したシラードも反対した。しかし1945年4月、トルーマン大統領が原子爆弾の投下を決断する。1945年5月広島が投下目標に選定される。7月16日、ニューメキシコ州で初の核実験が行われる。そして原爆投下は日本を降伏させるためだったと言われている。しかしもう一つ理由があったという声もある。それは放射線への人体の影響について調べるためというもの。原爆投下は人体実験だった。それを我々を見ると本当にね、その子たちが幸せだね、青空の白い雲の隠し遊びね、素敵な空気のある地であってほしいね、そういうふうに願う。